はい、はい、どうも高田のババゲーセンミカドです。本日は2ヶ月間ですがやってきましたスーパーストリートファイターカーニバルの決勝戦チャンピオンカーニバルとなりました。はい、前回優勝者のビブンさんに加えて、今回までやってきたやつのこの間の萌えプロで、ね、終わったんですけども上位15人決めた16名で、トーナメントやっていきたいと思います。でまあ、それぞれ得意なタイトルでやりたいタイトルを指定しているという感じですね。まあ、メンツ的には読んでいくかな。微分エンテウニカナルそれがしシンゴ、ガロボーババラムネ周平適当ナルサーユイ秀樹アール石ボン仮面翔也と、この16名で争われます。で来てないやつが何かいいのか。ガロボーいねえな。ガロボーあいたわ。はいはい、まずは何どうする。くじをやるんだっけか。うん、あそうだそうだ、あのね仮面とね翔也はあのポイントで並んでるので順位決定対戦を行います。仮面なんてやるよ。俺が引くじゃん。ん、仮面引いて。うん、順位決定戦になってさあなんだ。あけっちまえ。はいはい、ヤガイツ勝者ヤガイツ仮面な。あこれあ一応取っとくわ。ヤガイツやってる。ヤガイツやってる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 。そっどこでやってんだよ。ヤガイツ仮面の、あそういえばそういう設定があった。じゃあちょっとね久々ちょっとヤガイツ仮面に何キャラ使ってらいいか聞いといた方がいいんじゃないですか。ティファいやでもじゃあね、エアガイス仮面がなんか手加減してくれるかもしれない。そこで、あの試合展開ね、まだ。まあだからこれでね、これ誰が指定してんだ。鳴沢くん、鳴沢くんが指定してるということで、これね、後でまた別のやつでやってまた入ってるんで、とりあえず16タイトル分の1はエアガイスが確定してる。で後で引いたら強いね。ちなみに、エアガイツ仮面と翔也さんは15位16位の決定戦なんですね。で、1回戦なんですけども1回戦は上位8名1位から8位の人と人の指定したやつでやるということになってますね。前回からあるルールです。なのでエアガイツこの10位の鳴沢くんの指定したエアガイツは1回戦では出てこないということになりますね。はい、ちょっと今スタンバっておりますけども、まあエアガイツ仮面がエアガイツやる久しぶりですね。たまにやらないとリーモ君にまた怒られちゃうからね。リーモ君元気かな、最近見てねえけど。あ、はいはいはい、さあこれは鉄拳だな。エアガイツ仮面鉄拳でもいいじゃん。お、エアガイツは360度どの方向にも自由自在に動ける、そうだったんだみたいな感じ、知っとるわっていう、ね。いやー久しぶりにエアガイツ仮面がエアガイツやってるとこ見えますよ。エアガイツって文字列をこんなに連呼してるの久しぶりですけどもね。ん、他の、え、まあどっちでもいいよ別に。いいよいいよ、はい、やろうやろう。じゃあ2人やっちゃってください。フリップになってると思うので、日本選手ですね設定的には。はい、行きましょう。 1P 側翔也、 2P 側エアガイツ仮面、15位16位の決定戦です。さあ14-15か、14-15です、すみません、14-15の決定戦。あ、どうぞやっちゃってください。翔也さんが使うのが犬っころですね。なるくんもね使ってますけども、でエアガイツ仮面がティファ選んだように見えたの、あいつガチだな。速攻で終わらせるって言ってたからね。さあこれはもうよく見た対決。まあ、犬がね、まあ、結構強いんですけどもガードができないという特性があると。まあ、ティファは、まあ、エアガイツ仮面使ってるぐらいですけども、おそらくこのゲームで最強キャラであろうという感じのキャラですね。まあ、なんで強いのかとかその辺はまあうまいことを調べてください。はい、この起き上がりにいいですね。まあ、ガードできないので起き上がりにいい間合いで蹴りを重ねると、また当たってダウンして、はいみたいな感じで、さあ大変。あ、この今エネルギー弾出してますね。あれ、あの体力ゲージの下にゲージがいいか、この説明は。またエアガイツ引かれた時に軽く説明します。勝者エアガイツ仮面、君なかなかエアガイツうまいね。
久々に見たわ。犬処理して終わったね。翔也さんね、あのエアガイツもエアガイツ仮面も嫌いになってくださいね。あ、なんだ、なんで反転してんの、純逆。はいはいはい、ということで順位が、決まりました。エアガイツ仮面が14位、翔也が15位という感じですね。じゃあこれは、上からくじ引いちゃう感じにするか。ああそうですね、じゃあの上から好きなところにトーナメント入れるという K1 方式でやっていきますので、まずは微分さん、前回優勝者微分さん、好きなところに入り込んでください。ぶつかったところの、順位が上の人が、指定した種目で戦います。はい、じゃあ、予選1位エンテお願いします。さあエンテ、微分さんのとこ行ってもいいよ。はいエンテ、はいウニか、予選2位ウニか、どこどこ、微分エンテ空いてるよ、もっといっぱい空いてるわ。マジで行くの？そこ行くと微分さんのとこ、微分さんの出社タイトルとやることになるからね。あウニカさんの出社タイトル、あ そこだと、そうエンテさんのとこ行ってもエンテさんのタイトルになるよ。上位が上の、順位が上のところになるから、だからベスト8までの人はずらせば絶対自分のタイトルでできる。じゃあなるくんが来てない、あいたいただ、はいなるどうする、あえてした。なんでで、それがし、それがし、いくぞ。第4位それがし、第18回オースタン杯王者それがし、飛び込む飛び込む飛び込む、どうするどうするどうする。とりあえずね、10位にエアガイスがあることだけは分かってますね。でも1回戦目のタイトルは何事もなければ1位から8位、早くやれや。なるくんのとこに飛び込んだ、そうだよねこれね。はい、しゅくん、あー微分さんのタイトルでやることになるよ。あー来ましたね、しんご飛び込んだ。さあこれ波乱が起きましたね。じゃあガロボー、これでしんごさんは5位だけどそこに飛び込んだということは実は9位の人が得する流れになりましたね。さあガロボーいった、次ババラムネ、ババくんいる、あ周平か、あごめんごめん、周平だ、周平くんだ、ごめんごめん、周平、ババくんいる、あいたいたいた、あそっか、9位の馬場君が指定したタイトルでやれる、マジドロか、マジド、過去で馬場君が確かマジドロとあと EX2 プラスを確か指定したことがあった気がします。ど2択だね。じゃあ馬場君はここに入れば自分の指定したタイトルでいけますと、1回戦はいける、当然入りますと。はい入りました。じゃあここからは上位の人のタイトルでやる流れになります。はい適当さん、適当さん、誰の種目で戦いたいですか。このねガロボーテス多分ねそんな強くないですよ、こいつ。どうせねあのシンサムとかねガロー2とか指定して、あワンヒー2もあるのか、めんどくせえな、いろいろあるな、シンサムだろこれ、サムボーだろ、どうします、エンテさんとこ、どうせファイティングレイヤーですよあいつ。ナルサユイファイティング EX レイヤーだっけ、あれかもしれない、まだ動いてないっていう、あれゲーセンで出んのかねよくわかんないけど。次誰、鳴沢くんはどうする、馬場くん何かわかんない、ガンガン講習力残ってるんで誰か指定したの、どうするどうする、どこに行けば同級生で遊べるかだよね、これね。周平くん多分ね和比2だよ、わかんないけどあいつね意外と和比2好きだから、マジでクイズキングオブファイターズかもしれないからね、運じゃないよ。和品初代あるね、ガローも新サムやろうって言いながら入った。いや分かんない、ガロー2かもしんないよ。じゃあ秀樹いねえのかあいつ、じゃあ残そう、えあ来たのお前、じゃあ、はいはい、どこ入る、早くしないと出禁にするよ、なんでだよっていうね、なんでだ、なんでつらい、どこに入りたい、それがしならいけるって、それがしくそれいけるって思われてますよ。ありがとうとか言って、あいつどうせガロスメだな多分、あるしあるし、あいつ絶対ガロスメだぞ。あでもワーヒー2かもしんない、ボンさんね、あのツイッターのアイコン今アバボーですからね、ダブルドラゴンかもしんないです。ワーヒー2やりたいな、周平くん、周平くんワーヒー1の可能性もあるからね、
いろいろ間違ってジェットの可能性があるかもしれない。あ、本当にダブルドラゴン、はい、周平ボーンで、次が誰だ、仮面か、エアガス仮面どこ入る、ね、ババ君のところとウニカさんのところしか空いてない。どうする、事前予想的にはね、あのマジドロとかファイティング、じゃあ EX スープラ、あ、行ったわ。ということで残った翔也さんがウニカさんのところに入りますと、はい、トーナメント表できました。微分対信号、ババラムネ対仮面、ウニカ対翔也、ガロボー対鳴沢ユイ、エンテイ対適当、ボン対周平、R 石対鳴、秀樹対それがし、はい、この8組の組み合わせができましたと。先ほどから言ってますように、この対決では順位が上の人の、指定者タイトルでやることになります。ですので、例えばこの最初の微分信号は微分さんが前回優勝ということで1位扱いなので、微分さんの指定者タイトルで1回戦争われます。信号さんのタイトルは2回戦以降に出てくるということですね。で、同様にババラムネ仮面のところはババ君のやつ、ウニカ翔也なウニカのやつという感じでやっていきます。じゃあ微分さんのタイトルからか発表しますか。じゃあ最初の1回戦の組み合わせで全部発表しましょう。はい、おい、はいはいはい、はい、微分さんの指定者タイトルチェルノブでーす。一面スコア番長、慎吾さんは確かクリアしたことあるよね。これいいよ、あるよ、これ狙った狙ったもう覚えてねえ。ババ君の指定者タイトルなんだ、マジドロかなんだ、あーストリートファイター EX2 プラス、なんかメガネ のガントレットにはめられてください。ウニカ、ウニカタイトルなんだ、最近だと恋姫演舞、恋姫演舞でウニカ翔也です。さあガロボーナルサユイ、なんだなんだ、ガロ2か、ガロ2は全部基盤ぶっ壊したからねえか、なんだ悠々白書か、え、サムスピ初代、新サムやるか、違った初サムだった。はい、次エンテイ適当だからエンテイですね。どうせファイティングレイヤーだろ、まあ、ここでマリオって言ったら熱いですけどねまあどうせ、まあ、はい、ファイティングレイヤーでーす、はい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 、別にいいじゃねえかって話だけどね予想通りで、周平君のやつ、これはもうワーヒーワンで決まりですよ。なんだなんだなんだこれ、それそれがしだ、周平なんだ、周平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 君なんだろう、周平君の最近やってるやつは何やってたかな、タチブレイクスパイラルチャレンジ何やんの、はいはい、周平周平周平なんだ、どうせワヒー2なんだそれ、周平これだ、はい、ワヒー2でーす、知ってた知ってた、はい、最後秀樹対それがしは、それがしのタイトルなんだなんだ、それがし君の得意の、あ、なるくんか、なるくんでした、なる、あるし、なるはエアガイツ、エアガイツが2枚あるぞ、みんなエアガイツ2人いるぞ。そしてそれがしは、はい、ガロスペでーす、ありがとうございましたって感じでやります。じゃあ準備ができたとこからやっていく感じかな。はい、まずはチェルノブからいきますいきなり、いやー、これは微分さんはね、まあ、毎回結構気をてらったというか、なんだよみたいなやつね、やりますけど、過去にはね、アイスなんてことでね、いろいろありましたけどもね。さあ、チェルノブの一面スコア番長、これは、途中でやられたらその時点で終わりでいいのかな、あ、じゃあやられたらその時点で終わりね、で一面クリアしたらその時点の点数勝負と進んだ、あれ先じゃないよ、お互い覚えといてね、はいはいはい、はい、じゃあスーパーストリートファイターカーニバル3でしたっけ、2017スーパーストリートファイターカーニバル2017チャンピオンカーニバル、いくぞさあまずは微分対信号、タイトルはチェルノブ、一面スコアアタック対決ですね。どっちからいく、はい、じゃあ慎吾さんお願いします一面スコア勝負、途中でもしゲームオーバー、ゲームオーバー一気やられたらですね、その時点のスコアということにさせていただきます。一面クリアまでいったら一面の、その時点のスコア対決、はい、トゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥル、戦う人間発電所、あ、壊して壊して、
もうね、あの全部破壊してもいいですよ、これ。さあ、これ後ろには戻れないんで気をつけてくださいね。レン、テレンでやってください。テレンテレンテレン。はいはい、スコアどこだ。あ、下か。1450。あ、それ重要ですよ。はいはいはい、ちゃんと取ってってください。もう全部取ろう、全部。テテレレテテレテレレ。あぶ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 、まだまだあるよ。これ踏んだら死んじゃうからね。ルルルルルなるかもね。さあ、チェルノブくるくるっと回って、木、あの木のね、松明的なところも攻撃するとアイテムが出てくる。さあ、敵、あーこれ手、あぶなあぶあぶあぶ、これ踏めますからね、一応ね。さあ、信号一時期これ帝でかなり長いのね稼働してましたけども、その時には一応クリアまで行っている。だが本人曰くもう何も覚えていない。しょうがない、いろんなゲームがある。危ないよ危ないよ危ない。一応ねこれ早回しがあって若干雑魚が増えるらしいので、理屈ではどん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 行っちゃった方がいいらしいですけど、まあそもそもこのルールだとまずは死なないことが第一、安全策で行きたいところ。アイテム回収して、危ないよ危ない、何この変な形のやつ、イカれてるよねこの背景とかね。さあ、ね、何決めて作ったらこんな敵出せんだってねこの野郎みたいな。あばあばい、ドゥルルルルルル、25,500点、255覚えておいてください、25,500点。さあ、微分さんがこれを超えた時点で、終わりと。微分さんでもねあるからね。今日は微分さんプリキュアちゃんと見てきた。まずはこれゲームオーバーになってからですね。え、ゲーム、え、ここからやんのお前。違うよね。はい、じゃあ改めまして微分さん行きましょう。高校微分、名前入れといて。 BAA さんですね。はい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 、あ、めんどくせえな、誰だこれ指定したやつ本当に。微分さんどう。はいはいはい、じゃあ高校微分さん行きましょう。まあ、微分さんはね、これやり込みすぎて、なんかずっと後ろ向きながらクリアできるほどやり込んだというね、逸話がありますから、なんでそんなことになったのかよくわからない。さあ、今回も後ろ向いている。さあ、なぜか後ろ向いてる。後ろ向く理由、それ当たったらやばいからね。危ないよ、危ない。さあ、微分さん、スーパープレイ的な。でも、みんなからしたら何がスーパープレイかもうわかんないですからね。なんであいつ後ろ向いてんだみたいな。ムー、あれはって人はなかなかいないです。あとビームさんあんまりアイテム解消してないですけど、これもしあ、ゼロ点か、敵倒してる倒してる、大丈夫。そのアイテムはいいのか別に、もう無駄玉が多いな、ビームさん。なんで無駄玉。さあ倒していく、くるくるっと回って。さあ無駄にうまそうだが、まだでもね2000点ですから、全点ですよ。ここで負けたらビルルルルですからね。ビームさんありますよ、敵に触れたら即ゲームオーバーですからね。さあ、微分さん、大体ね、当時やってた時は、当時ってあのね、地域これ、味方入った時やった、危ないよ、微分さん、見せるね。さあ、ショットがどんどん強化されて、端までちゃんと届く、長い、テレンとは思えない速さ。なんで後ろ向いてるかよくわかんないけど。さあ、あ、武器変えた。さあ、手裏剣に変えていく、うん、危ないよ。ここでさっき慎吾さんはやられたが、しっかりと慎吾さんに比べたらまだでもスコアは若干低いのか。あ、2万いきましたね。さあ25,500点、なんとなくキリが良さそうな数字だったが、超えられるか。バービブーン、どうだどうだ、見てるか。これでね、もうチェルノブ好きの女子小学生はキャーキャー言ってますからね、今ね。キャービブさんつって、うびゃーつって、飲んでーって。それはよくわかんない。私のはよくわかんない。それはよくわかんない。下職が何言ってるかわかんない。さあ、スコアはまだ超えていない。これクリアした時に、あ、ボスの点数が入るのかな。これもしこのまま終わったら慎吾さん勝利ですからね。落ちたらやばいよ。危ない危ない。あ、落ちた方がいいのか。え、そうなの。あー超えたー。勝者は微分なんですか。一面終わるまでやりますか。いいですよ。あ、やりたいやりたいみたいな、あんな爽やかな笑顔の微分さん俺久しぶりに見たよ。
最近結構曇ってる微分さんの笑顔が晴れ晴れとして、プリキュアを見た後のような顔してました。あいつどうですか微分さん、久々のチェルノブどうですか。面白い。そうだよね、チェルノブ久しぶりだもんね。やってることで言ったらもうファイターズ一人ダイナマイトでね、カルノフにこうボコボコにされるようなもんだよね。ボムさんのせいか。さあこれどうすんの、踏んでいくの、踏むの、踏んで、はいはい、あい、やる、うまいね君。あ、だいたい、やる君、なかなかこのゲームうまいね。そして意外と長いねこれでボスか。あ、次ね、エンテ適当だって。ちょっとあの順番はね、準備ができた順ということで、やる、一面クリア勝者ビブーン強い、レッツゴーゴーゴーということでね。じゃあまずは上がっていきました、信号1回戦敗退。次はエンテイ適当ということで、エンテイさんのファイティングレアでいきましょうかね。さあ1回戦目から結構いい感じの勝負でしたね。はい、ファイティングレイヤー、じゃあ準備ができたらやっちゃっていいですよ。エンテイ適当、ワンピンエンテイですね、ワンピンエンテイ、ツーピン適当。まあ、理科格ゲーね、エンテイさんが好きで、月1回は必ずフリープレイ対戦会を開催してくれているこのファイティングレイヤー、あの変なキノコのやつと何でしたっけ、ブレアでしたっけね。さあ適当さん、おブレアできる、いいコンボ、まあ、割りほど奪って、おーっとこれあるのか、エンテイさん、エンテイさん、ちょっとバーサススーパーマリオやりすぎてちょっとこっちのキノコはイマイチです。大丈夫ですか、こっからこっからですよ、こっからが、エンテイさんはもうこっから、あエンテイさんね、1ラウンド目途中まで遊びますからね、あ全部遊ばないっていうね、あーはーはー、勝てると思った適当さんみたいな、ういうい、あのファイティングレイヤーゼのこのね、あの可愛がりです、これ最近流行りの可愛がりです、これちょっと流行ってないか、もうちょっともうファイティングレイヤーゼすぐこういうことやるんでね、あーもうすぐこうやって、あーもうあーつって、あのレイヤー勢じゃないと分かんないネタはやめてください、分からない。まあね、最近ツイッターなんかでも話題ですけどもね、アリカ格ゲー最新作ですね、ファイティング EX レイヤーでしたっけ、なんか2つくっつけたような名前のやつ出てますけどもね、それにこの変なキノコ、あ、生きる間に終わっちゃった。ブレアはなんかこの間ねプロモーションビデオ出ましたけど、勝ったのはエンテイ。なんだエンテイさん、最初なんだよこれ。次何にする、ちょっと今準備中ですわ。じゃあ次はガンガン更新曲で誰が対決するんだ、ババ君とエアガイスカメ。さあエンテイさん、ちょっとほらちょっともうちょっとほら繋いで繋いでって。さあしばらくはこのエンテイさんが制限した後のファイティングレイヤーをお楽しみください。いやーまあね、エアガイツ、はい、エアガイツ、次どこだ、エアガイツってことは R 石、え、R 石なるだっけ、はい、R 石なる、うん、ここは実はエアガイツ勢同士なのか。さあ、エアガイツを滅ぼした男なると、エアガイツ意外とやっている R 石対決。あ、じゃあやっちゃってください。 1P 側 R 石、 2P 側なる、なるくんはね、犬使いということで、以前大会で決勝でリーモーくんだっけ、破って優勝したこともありますね。何やってんの、ないない、何やってんの、大丈夫、いいよ、どこでもいいよ、列車列車列車犬が有利なステージは知ってんのさあどこだ、本当に列車、あ、なるくんが取ったのか。さあ列車ステージ、李将軍でしたっけね、対、犬。さあこのね、李将軍も普通にはクソ強いんですけども、はい、なる、これが犬だ、どうだいどうだい、ガードできないデメリットなんてな、攻め続けりゃいいんだよ、あはははは、なる君なかなかこのゲームうまいね。あ、なる、やはり本物か、エアガイスで見てるか、
これだろ、これがお前たちの好きな野外室だろ。どうだいどうだい、うい、あはは、エクセレント。処理能力が高いね、なるくん。勝者になる。ウニか翔也行こう、ウニか翔也。ということは小池メンブですかね。あーなんか青いよ。18金なのこれ。いやー恋姫演舞、まあね、あのウニカさんが初めて買ったエロゲーが恋姫演舞だったという。演舞じゃないんだっけ、なんか恋姫無双、無双エッチなゲームが元なんだよね。カウチョヒ、もうなんか最近の三国志系のやつで基本的に女にされるからもう女なんじゃねえかっていうね。カウって女でしょみたいな、マジで言う人がそろそろ出てきそうな雰囲気もありますけど、どっちだ。 1P 側がウニカさんですね。で 2P 側が翔也さんと、このバージョン誰が強いんですかね、わからない。そして外見見てもよくわからない。カンネイ対リョフ、リョフが強い。カンネイも強いの、リョフが強いのはなんか聞いたことある。あーさあ、であのストライカーの軍師を呼んでね、なんかいろいろやるみたいな感じで。あ、ナイスチンチンと言いやすでしょ。だからこれ言わない。あ、女だから言わないのか。さあ、かんねんあの実況してる俺にナイスチンチン決めるのやめてもらっていいですか、ゴーダさん。ほんとゴーダさんやめてください。ほんとリアルナイスチンチンは勘弁してもらっていいですか。コンボして、はいはい、浮かして、あんまりわからない。なんか投げて、なんかこれやってる人みんな口を揃えて渋い差し合いゲーなんだよっていうことで、俺あんまりその言葉信用してないんだよ。そういうこと言う人を信用してないってわけですから、どっちでもいいよみたいな、その補足いるか。あーもうね、そういうことを言った人でこうマイナー格ゲーのね図書館がいっぱいなんですよ。もうグラさんでしょ。さあ差し込んでいって、まあ一本取ってるのがウニカさん。ウニカさんはねこのゲーム結構やってるということで、まあ今ね名前あったグラさんも結構やってますね。あとは D3D さんとかかな、君にやってる人がいるけど、まあギルティの間に意外とやっている。ほんで確かに関係的にはあんまりやってる人見ないねこれね。はい、若干リーチが短い。なに、この投げなのか、あれは。あー、軍師呼んだけど、当てていく。まずはフィニッシュ、ナイスチンチンで決めて、ウニカが取っていく。さあ、ウニカリーチ、翔也あるのか？キャラは強いらしいよ。はい、はい、はい。空腹、さあ、決めて、あんま減らない。はい。カンネは本当かリーチは短いけどその分なんか早いとかなのかな。あ、掴まれて、特に刺激とかはない。なんだっけ、なんか砲撃ってやつを入れるといっぱいコンボが入る状態になるみたいなのね、聞いたことある。昔ってこれもちょっとやったんだけどね、あんまり覚えてないんだよね。あー炎を出して崩していく。何を通す。あー、これでランブが入って勝負ありと。勝ったのはウニカ、ストレート勝利ですね。おめでとうございます。はい、次どこだ。やる気があったとは到底思えんな。まずじゃあガロスペイってことは秀樹対それがし行きましょう。それがし君、これあのもし負けたらあの大反省会。当たり前ですよ。それさ、まああんまりね勝ち負けに関して僕は言わないんですけど、人生で何度か負けちゃいけない試合ってのは来ると思うんです。それがし君今です。あの人生何度かある、これ秀樹あるよ。それがし今プレッシャー感じてるから、秀樹あるよ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 、あるよ、あるよ。エディさん嘘教えていいからね。なんでそんなアウェーなんだ。さあ、秀樹が使ってるのがマイで、
お、オシムさんの力が、オシムさんいるなら、いるなら力を貸してくれ。3位、3位いないか今日は。あー、それがし、それがし、それがし、それが入んないから、それがし、それ入んない。緊張してるのかな。前にコンボ入れるのは初めて、初めてではないですね。危ない危ない、それがし君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 、非常に心象がいいです。非常に心象、秀樹お前頑張れ、一発当てる一発。お前ゼロの男なのか、お前、お前0点か、0点かお前。秀樹あの流煙部コマンド入れると流煙部出るから、課長戦コマンドで課長戦出る。お、出た出た出た、もう1400点入ってる、もう実質勝ちです。始まない、秀樹危ないよ、秀樹、秀樹、あーは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 ー、それがしくんからの、はい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 、うー、出たー、最初の世界大会で7セクに決めたそれがしコンボ。もうそれがしくんはこれイラッときてる相手にしか決めないって評判ですからね。秀樹お前何したんだ、それがしくんをこんな怒らせるなんて。勝者それがし、そうなの。いや久しぶりに見ましたね、いいコンボ。次誰、 EX2 プラスということは馬場くんとこですかね。馬場くんエアガイス仮面、え、なんだこれ、練習してたのか。いやー久しぶり見ましたな、あのコンボ。ん、あと残ってるのがワーヒー2とショサム、ショサム、ワーヒー2。さあ行きましょう、どっちだ、 1P 側がエアガイス仮面の、あ、今練習してたのか、サガトでやってたのがエアガイス仮面と、そして、ババ君の、エリアでいいんだっけ、エリア、アリア、アレア、アエラ、わかんない、エリア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 、まあエリアってキャラね、キャラ的にはかなり強いと言っていました。でサガットもね、確かキャラ的には全然悪くない、むしろいいキャラだという話は聞いたことありますが、さあどうなんでしょうか。まあエリアね、結構そのキャラ的にもそうなんですけども、その立ち回り的にかなり冷たい動きをできるということでね、馬場くんに多くのプレイヤーが温まるなんてシーンもあるそうですが、さあ無敵を使ってオリコン、これオリコンは良くないと思う。あーからのオリコン、はいはいはい、設置して、さあエアガイス仮面が覚える前にどうにかしたいところ。エアガイス仮面は本人の能力がむちゃくちゃ高いですからね、ちょっとしたことはストリートファイター能力であいつやりますよ。さあまずは1本取っていく、まあねよくわからないながらも半分は体力奪ってますからね、この辺も計算のうちなのか。さあグランドした回が取って、はい、さあゲージがマックス合わせられねえ、なんだその隙、作ったやつ出てこい。エクセルで割り込んでいく、スラからしっかりつないで空中コンボ、フルコンやり込んでいる、普段からやっているスピーチのフリップも欠かさない、このババラムね、やはり強い、やり込み上がり裏切り、おお合わせた、じゃあこの速さがって勢いですね。わあエアガイス仮面戦いながら成長している、ほんと強いなこいつ。出たー、明らかにクソムーブからの煽り、いいですね、そろそろかなって感じでクソムーブ出してきました。ああいう感じなんですね、勝ったのはババラムネ、強いガチ勢の感じですね。やはりガチ勢、自分のタイトルでは負けらんねえよみたいな。どっち行く、はい、ショサムですかね、ガロボー、鳴沢優衣行きましょう。鳴沢君的には新サムやるかって言いましたけども、初サムになってしまって、何が、え、うるせえよ、バカ、早くやれ。何が意外性だ、この野郎。新サムと同じ、同じ、同じ、同じ。残サムになると違うんだけどさ。いいよ、いいよ。まず鳴沢君はね、あのチャムチャムがいないっていう大きなと。あ、タムタムがね、いるよ。お兄さんがいる。お兄さん。お兄さん、残念ながらすらねえんだよ。あー、鳴沢君正解です、
さあ、おガロボーさんは京志郎。リディさん、これどうなのこの組み合わせ。ない。え、森下さん、これどっちが辛いの。これアースが辛い。鳴沢君失敗です。確かにね、俺前になんかね、調子こいてこう DDD さんが上り台切りで気持ちよくなったの見たことあるから、確かやべえんじゃねえかなと思ってたんだけど。鳴沢君お疲れ様でした。あのガロボさん大丈夫です。下段ですって得意顔してますけど、大体みんな知ってますもん。みんな知ってます。あ、 DDD さんで慣れてるの。ガロボさんちょっとあのジュース買ってきて、ちょっとガード解いていけないか。ガロボさん、ガロボさん、あれあれ、これどうすればいいのこれ。 DDD さんこれどうすればいいの。やる。おい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 、勝者ガロボ。いや一瞬、いやキャラクターいいかと思ったけど、相性が悪かった。上り大喜利が強い刀ガロボ。じゃあ次がボン周平ですね。1回戦最終試合、ワヒー2。 DDD さんおすすめキャラがアース。確かにね、アースとか、シャルロットとかいいと思いますけども、まあ今回はちょっと相手が悪かったか。はいはい、1P、2P 決めてあんのね。 1P、ボン、2P、周平ですかね。問題周平。いやー、ワーヒー2もね、今年は周平くんがね、間違ってハマっちゃったせいでこうだいぶね、ブームになりましたけどもね。何例のあれって、世界で一番、俺それよくわかんない、何の話。今ちょっとモニターのトラブルがあるんで、まあしばらくお待ちください皆さん。お前は余計なこと言うな。いや俺なんか世界で、世界がなんだっけ、世界で一番君が好きみたいなやつ、それホモゲーのタイトルみたいなじゃねそれ。世界一初恋ってやつだろそれ。MX でやってた。俺がやっていいの。じゃあそれ、本当にやるの、やりたくないんだけど。じゃあ皆さん大丈夫ですか、大丈夫ですか。世界で一番面白いゲームはバカしかいねえな。全員バカなの。うるせえ。あ、ブロッケブロッケ。ワンピー側が、ボンさんの、JMAX ですね。前にあのツイッターのアイコンしてたやつですね。で、2P 側がブロッケン、主役のブロッケン。おお、すごいとこで対空。さあ後ろから、ね、ガルパンでもおなじみのマウスが登場ということでね。あ、若干いいゲーム感も漂わせそう。おお、やる。はいはい、まだねこの時の JMAX はあの肩壊してないんでね、球が投げられます。あー、ぶらぶらぶら、あー、はい、いいよ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 、はい、返せちゃった。はい、あー、周平やる。伸ばすパンチ対空、目押しのね強攻撃を連発で繋いでいってピュアラセルコンボもね開発してますからね。わからない、弱パンスライディングだけじゃねえんだよこのゲームと思ってたことがあったけど、そうでもなかったみたいなね。あー、はい、投げ切り返していく。さあここ、あ、どうにか弱パンスラモードに入りたいボン。いけるか、はい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 、いいよ。あー、優しい、それでいいの。
モーさん、モーさん、モーさんいいよ、やっちゃっていいんだよ、モーさん、あー勝者終了。いや、このラウンドあそこ優しさが出ましたね。はい、じゃあもうこの基盤はぶっ壊します。はい、じゃあ1回戦終わりました。ベスト4出揃いましたね。ここからはランダムでいいのかな、残ったやつからランダム。改めて言いますけども、微分対ババラムネ、ウニカ対ガロボー、そしてエンテイ対シュウヘイ、最後がナル対ソレガシ、ベスト8が出揃っておりますと。はい、9時俺が引く、どうする、どうする、誰が引く。はい、じゃあまず微分ババラムネじゃんけんしてください。じゃんけんで勝った方くじ引いてください。はい、引いて、で他の組み合わせの人もじゃんけんしてください。で勝った方俺のとこ来て、まずはババ君はなんだと。はい、ババ君が引いたのはボンさんの指定したガロスペでーす。微分対ババラムネガロスペ、お、これは微分さんちょっと有利かもしれないですね。はい、他の人はガロボーさんのところ、ウニかガロボー組み合わせはなんだと。R1 さん何を選んだんだ、エアガイツ、ギルティギアゼックス。あー、 R1 が選んだのはティンクルスタースプライツでーす。あのヤンヤンって、ヤンヤンってやつが強いから、ヤンヤン、ヤンヤンってやつが強い。あとケムクジラのやつ、あとはあと、エンテイ周平とかは、はい、周平引いて、そうそう、エンテイ周平なんだと。シンゴって書いてありますね。9498でしょ、文字ピッタンピッタンララ文字ピッタン。最後は、なるなるひでなるそれがし、文字ピッタン動いてねえじゃねえかっていうね。みんなガンガン更新曲やってる場合じゃなかったですね。なるさくんの指定者出てるってさっき出たよな、何かな。いやー、エアガイツ、エアガイツ、ナルくんエアガイツ2連発です。君なかなか引き強いね。それがし死亡確認ありがとうございました。じゃあまずそれがしくんから準備ができるということで、ボタン、あ、気合だ、気合、気合、気合、とりあえず犬がいい、犬がいい、犬がいい。エアガイス仮面がそっともうピタッとついてアドバイス。いや、エアガイス仮面いいですね、流れるようにアドバイスいきましたね。はい、じゃあ、お、やっていきますね。 1P 側、お、アドバイスしてる。はい、 1P 側がそれがし、 2P 側がなる、まさかの犬同キャラ。今ね、エアガイス仮面がね、ワンピー側に向かうそれがしくに寄り添って、犬しかない、犬しかないよっつって、リアルトーンで言ってましたね、犬しかない、犬しかないっつって。あいついつの間に専属トレーナー雇ったんだ、早えな。まあ確かにね、ナル君のワンサイドになってしまいますからね、多少なりとも抵抗してくれた方が。まあね、ちょっと動くくらいじゃなくて、ナル君も倒しがいがないという。ちょっとね、もうあのね、あの空破弾とか打ってるだけのアンディじゃダメですからね。さあ行きますか。さあ今一生懸命この時間目いっぱい使って、今それがし君がボタンの説明を受けています。はい、セコンドアウト、セコンドアウト、ラウンド1、いいですか、始まりますよ。セット1、レディーゴー。白い方がそれがし、赤い方がなる犬、どっちもガードはできねえ。まず一つシステムがないから簡単です、うまいことやってください。犬対犬、誰が呼んだか狂犬病。さあ、あー、細けえことは気にすんな、だって遊具で遊ぶのやめてもらっていいですか。あー、危ない危ない危ない、お、いいんじゃない。いや、それかしかあるよ、半分減らした、半分減らした、紛れあるよこれ。
さあ赤い方の今落ち攻めしてる方がなる。あーそれが違う。このままではそれが、あーありがとうございました。勝ったのはなる。それがし君、ガルパンの映画を見てきてください。いやー、なるが強いね。くじゅん自分で指定したエアガイツ、まさか他の人も指定している。次ガロスペやっちゃう。ガロスペどこだっけ。微分ババラムネか。じゃあガロスペやっちゃおう。はいはい、じゃあ準備ができてるということで、微分とババラムネお願いします。ワンピンがババラムネ、ツーピンが微分。普段使ってるキャラでいくとジューベイ対マイとかになるのかな、まあ、テリーとかの可能性もありますけどね。はいはい、どうぞどうぞ。あ、クレジットがないのか、ごめんごめん。はいはい、はい、お願いします。はい、行きましょう。さあ、もし前だったらステージの影響もありますけどもね。ワンピーがババラムネ、ツーピー側がビブン。あ、ビブンさん、テリーですね。ジューベイ対テリー。さあ、前ではなくテリーできた。いけるか。ああ、これはキャラ相性的には若干テリーきついですね。あっと、うまいこと大クラック抜けていった。これはあれですか、俺はあのババ君にアドバイスしてもいいんですか、ダメですかね。あのね、クラックシュートはね、あの全部見てたらいいのかな。ああ、しばらく大工うまい。あ、ジャック、あの後もね、あのジャッククラックガードいいかもな。アップダイブ。ビブンさん今死んでましたよ。あれ、優しい優しい。ジャック足対空からのコンボありますからね、10秒ね。危ないよ。さあラインも使っていく。あと食らってしまう。さあ追い詰めて投げいった、倒した。バックステップで投げを回避していく、うまい。さあ時間が若干ない、一気に近づいて、はい、裏落ち。これは裏だった。フルコン、ジャック、ジャック、今日ジャッククラック決めていった。まあ、10秒相手にはね、バンナックルが使ってしまうので、しっかりとクラックシュートで最後締めると、うまいですね。まずは微分が取っていく。お、なんか知ってるゲームだと俺解説できるね。今まで犬がどうとかしか言ってないからさ。あー、ジャックティカー、それ知ってますね。スライディングはあってもそれも繋がらない。あー、これこれこれね、テリーがこれぐらいの前でね、あー、いいかも。危ない、全部やって、つら、これはかかない、相殺して、若干テリーが勝っている状態だがまだわからない。さあ、総裁じっくりじっくり、これも落とすストライクが酒、うまいですね。そして酒とか、あーいいか、この話は何で落とすか、いいとこだと。さあ、パワーウェーブでじっくりと立ち回って、気づいたら赤ゲージ半ば。危ない、一発蹴んない、始まない、クラック。危ないですね、今のね、危ないですね。あーはー、攪拌の投げ、スライディングめり込んだら攪拌。勝ったのはビブン。いや、危ない危ない、いろいろとこうドキドキする試合でした。さあ、ビブン準決勝進出と。次どこ行く、 MVS、 MVS で連続で行っちゃっていいんじゃない。じゃあ次ティンクルスタースプライツ行きましょうか。どっちだっけ、どっちの方だっけ、ガロボーさんの方だっけ。ウニかガロボー、じゃあやりましょう。ちょっと MVS 続いて、でその間に、園庭周平の文字ピッタン。いや、文字ピッタンね、俺も結構ねやってみたいなと、味方でやったら結構楽しそうだなと思ってたんですけど、なかなかねちょっと基盤がなかったりしたんですけど、こっそり手に入ったということで、俺も楽しみです。はい、準備できましたと。あ、これね、隠しキャラなんかもいるんでね、出せる人はどうぞどうぞ。ワロモンさん、あのヤンヤンってキャラがね強い。俺一人しか知らねえんだよ、ヤンヤン。対戦モード、対戦モード、対戦モード。さあ、ワロモンさんは一人、そしてウニカさんの周りには仲間が3人集まっている。これが、これが友情パワーの坂。おい、なんだそのキャラ。あ、ウニカさんが選んでんの、じゃあいいです。ワロボさん、早く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 、ヤンヤン選んで、ヤンヤン。おい、
ボタンまでこいつ選びやがったな、メモリー上。あの野郎、あの野郎選びやがった。アウトレイジですね。全然開幕なんだ今の。チャージショット打っていく。ワンピー側がガロボー、ツーピーがウニカですね。青っぽい方が、ガロボー、紫色っぽい方がウニカと。まあ、これ飛んでくる敵をねタイミングよく倒して、敵を倒した時の爆発で、残りの敵も巻き込んで、連爆連鎖させていくと、そういったちょっとパズル的な要素もあるって感じですね。で、敵の中にはたまにあのバリアみたいなの貼ってるやつがいるんですけど、それは一発耐えるバリアを貼ってるので、まずそこを打ち込んでから、周りの敵を倒してドンとこう連鎖させていくと。お互いそれやると。で、いっぱいやるとフィーバーって感じで相手の方にいろんなのを送り込める。このボスキャラみたいなでかい中型機的なのもね、送り込めますと。さあ、そしてピンクルスターズプライトはね、やっぱこの処理落ちがね、もう名物とも言わんばかりの。なんだこのウィンクはもう。危ない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 。まだあるまだあるまだある。このね、上にあるハート5つがライフなんですけども、あのボスキャラとかね、そういうの食らうと結構減るんですね。モリット3つくらい減るんだっていうのはあるな。2とか3とかいろいろ減るんですけども、まあ、とりあえず死なないでいきたい。3だよね確かね、やっぱりね。あ、危ない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 。かなりね、画面内の情報もちょいちょいありますけど、下にある B はもちろんボムですね。ガラボさんが1回使ってるあの女の人の顔が出てきてウィンクしたあれですね。さあ、はい、ファイト。さあ、弾が来る、敵も来る。そして相手のところになんか食べ物とかですね、お菓子とかそういうのを送り込むのが、あ、これですね、ホットドッグとか、それが攻撃ですね。連鎖うまいことやると、あの、あ、食パンとか、ああいった敵のやつが送り込めると。あ、そして、あの死神は倒せるんですけども、いわゆるその なんていうのエーパー防止キャラ的な感じですね。触ると、やられてしまっと、まず1本取っていく。そう、こんな長いの日本選手なんです。まだやるのってウニカさん言いましたね。そう、みんな思ってます。そう、実はまだあるんです。これはもう流行外伝だったら3本くらい終わってますからね。もうやってる。まあ、そんなこんなで、長くね、お互いやっていくと、死神が出てくる。で、倒しても、あ、触れると即死のキャラですね、確か。だよね、確かね。触れると即死なんだよね。で、最初は柔らかいんですけど、何回も出てきて、だんだん硬くなって、倒せなくなってくると。もう逃げるしかないというね、そういうお邪魔キャラとなっています。あ、ボムだったら消せんのか。まあ、ボムもね、限りがあるということで。あ、そうだよね。どんどん来るから、結局どうしようもないんだよな。上級者同士だとそれをね、ありきの対戦ということで、非常に1ラウンドが長いって感じですね。さあ、連鎖うまいことやっていく。さあ、いい感じでお互いやっていく。若干ガルボーがこのラウンドは押してるようにも見えるがどうなんでしょうか。さあ、まだね、体力にはつながっていませんからね。お互い体力が残ってる。あの弾に当たってもダメですよ。なんで八丁さん一生懸命ガロボさんアドバイスしてる。どうしたの。それだけ返せばいいとか言って。あ、うまいうまい。何君ら名勝負。さあ、ボムも使っていく。1個溜まったので即1個使いましたね。あ、さあ、ガロボ側に今度はウニカの召喚した中型ケーキ、そしてアイテム。あ、ないですね、アイテムとか、あのおせんべいとかの攻撃ですね。あの辺倒せないですからね。ボム使ってうまいこと消していきたい。被弾。さあ、一気に3ダメージ、一気に減ってしまう。危ないよ危ない。さあ、フィーバーと14、かなりつながった。さあ、ウニカガがうまく返せない。この隙をつけるか。処理落ちも危ない。さあ、そしてウニカ側にガロボーのケーキ出てきて、たまらずボム、まだ残ってる。危ないぞ危ない。倒した。そして死神がここで登場。
まずは撃破したけども、これからあの死神どんどん来ますよ。ゴムを使えば消せる。まだ、ね、柔らかいんであれぐらいでも消せると。さあそして投げ、このゲーム、このゲームで大会をやる日は来るんでしょうか。さあさあガロボーガーボムがこれでなくなってますね。ウギカがまだ1個ある。危ない、大丈夫か、避けられるか、危ない危ない危ない。さあ死神が来ているぞ。わーっと押し潰された。勝者ウニカ、ガロボーここで散る。いや、新サム世界王者でもストリートファイターカニバル勝ち抜くことは難しいと。ということで、ベスト8最終試合ですね、エンテイ対シュウヘイ、スタンバってください。ついにベールを脱ぎますよ。ミカド、おそらく初登場、モジピッタン。わかりますね、ひらがなを選んで、文字に、上下でね、上から下か左から右かで、文字をうまいこと使ってください。斜めないよ。で、ステージがいろいろあるんでね。はい、左から2番目のステージおすすめなんで、そこ選んでください。1P 側エンテイ、 2P 側シュヘイ。まあね、ミカド勢おっさん多いですから、当然ね、やっぱこの、あ、左から2番目選んで、それ、これおすすめです。おすすめなんでやってください。うわ、結構際どいよ。あれ、これもう、うん、ほら、やめろ。あー、うんこ、あー、うんこ、うんこ、おん、おん、こっち。これで文字をね、いっぱい作った方が。アンガって何、アンガ、うく、言葉になってないわよ。おぎ、ぎが、そんなエロゲーメーカーありました。うげ。さあこれで、一応点数的には文字数が多い方が良かったりするんですかね。音符、さあどんどん作ってください。お、オプちゃん切りましたね、オプちゃん。確か。さあ現在これどこで見ればいい、9枚と6枚って。あ、この今のあれか、オセロ的になってるのね。大丈夫ですか、エロい言葉作ってください、ちゃんと。うん、どっち、これは、あ、周平勝っている。あ、まだまだまだあるまだある。これもう好きなとこ選んでいいですよ。じゃあいろいろありますよ。お前ら、あの言葉作るんですか。うん、うん、うんこ。最速うんこゲームにするのやめてもらっていいですか。とりあえず作ってから考えるみたいなさ。ガウンコエってなんだ。気を、キカオン。さあ、いけるか。まあ、このマップね、結構狭いのもあって割と熱いんじゃないかなと思う部分もありますけども。あ、こす、こすけ、すけよ。くそ、クソができた、クソが。お前ら好きだな、うんことかクソとか。お前らいい年こいて、お前は小学生かよ。うんうんうん、これはいい勝負だよ。あー、勝ったのは僅差で周平、おめでとう。エンテイここで散る。周平残ったぞ。いやまあ、うんこ勝負にはね、ちょっとエンテさんが頑張ったんですけどもね。さあということで、ベスト4出揃いましたね。改めて言っていきましょう、はいはい。いやー、面白いねやっぱこれね。はい、ということでベスト4出揃いました。言っていきましょう、微分ウニカ、微分対ウニカですね。そして逆サイドは周平となる、この4人が今残っております。じゃあまた種目決めますか。
残ってるのでいきましょう。じゃあこの微分ウニかじゃんけんして勝った方、そして周平なる、勝った方、こちらにくじを引きに来てください。残ってるのだからね、何が残ってるかなと。はいよ、微分さんがいたのは適当さんですね。プロップサイクルかな。はい、フライングパワーディスクです。適当さんありがとう。プロップサイクルじゃなかったですね。はい、じゃあ周平くん、はい、引いて。どうする、またエアガイド来たら。何入れてんだよっつって。ここまではね、あの残ってるやつから、庄屋、庄屋さんなんだ、まあ、ハンターかな。ぷよぷよでーす。しかもこの書き方だと初代でーす。庄屋さん偉いもん指定してますね。はい、ということで改めまして、微分対ウニカがフライングパワーディスクですね。そして周平対ナルがぷよぷよ。周平くんすごいね、なんかもう文字ピッタンやった後ぷよぷよでやるって、もう楽しんでるねこの大会を。まずいですよ。あと誰のが残ってるか分かんないけどね。秀樹残ってんな、まだ仮面のやつ残ってる。仮面残ってるよね。エアガイツ仮面何選んだんだろう。三国演武かな。さあ、いやーでもすごいですね、やっぱチャンピオンカーニバルともなると、みんなの選んでるやつもね、かなり来てるなーと。よーそんな選んだこの野郎っていうね。まあ個人の好きなタイトル、得意なタイトル選ぶのが当然と思いきや、もうね、さっきの慎吾さんでしたっけね、文字ピッター選んでやりたかったみたいな。確かに面白いなと思います。今後もね、あると思います。ティンクルスタースプライスは長いから多分今後ないです。今後どころか、もう今までもいいかこの話は。投げんだよ。はい、画面映ってるのはこれぷよぷよですね。ぷよぷよからいっちゃう。はい、じゃあぷよぷよからいきましょう。準備できたということで、周平対ナルからいきます。ちょっとね、準備できた順にやっていくということで、よろしくお願いします。はい、行きましょう。クレジット入ってる？大丈夫。もう始まってんのこれ。あ、やってんのこれ。あ、やってんの、すいませんね。1P 側が、周平、そして 2P 側がナル。これ音出てんの。さあ、さらっと始まっている。まあ、同じやつが確か落ちてくるはずなんですよね。で、これまあぷよぷよなんで、ルール知らない人はなかなかいないと思いますけども、これをまあ、縦横の4つくっつけると消えると。で、消えたところには上に重なってるやつが降ってくるので、それでどん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 消していって、連鎖組んでいくというやつですね。で、ぷよぷよ初代の何がすごいって、連鎖でいっぱい組むと相手にああいう透明な無色のね、このお邪魔ぷよっていうのが降ってくるんですけども、これがあの2以降ある総裁ってルールがないので、5連鎖だけ決めたら勝ちなんだよね、確かね。もう致死量降ってくるということで、これ何本選手？2本選手。さあ行きましょう。だからまあぷよぷよかなりやり込んでる人からしたら、もうね、5連鎖先に組んだガチゲームだとかだった気がしますね。まあね、パズルゲーやってる人とかもなんか上の方でぐる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 ね回したりして、あれも落としいんですけど、そういうのはなさそうですね。ナル君がなんかそれっぽく組んでるような、そうでもないようなですかね。2P 側ナル、 1P 側の周平君どうなんでしょうかね。やれんのか。消して、お、2連鎖見たか、魂の2連鎖だよ。あー、あれ、いや周平君あれね、全部確定で、あー、うん、お疲れ様でした。勝ったのはナル。ナル強い。エアガイズ2回とぷよぷよでここまで勝ち上がってきた。決勝進出なる。持ってるぞ。まあ、なるくんはね、直前の、プロ野球ホームラン競争、モエプロホームラン競争でも優勝してますから、その勢いのままという感じでしょうかね。決勝進出まずは決めた。
そして、フライングパワーディスクですね。微分対ウニカ、じゃんけんでワンピースピはもう決めてるのかな、ね、決めてるっぽいですね。さてさて、いやしかしまあすごいですね。ぷよぷよにしろ、まあ、文字ぴったんにしろ、一回もスーパースイートファイターカーニバルでやってないですからね。なんで俺たちはこのゲームで争っているんだみたいな。フライングパワーディスクは一回やりましたね。はいはいはい、ちょっとお待ちくださいね。はい、じゃあ準備できたということで、はいどうぞやり始めてください。はい、じゃあ、ま、行きましょうか。 1P 側が微分、 2P 側ウニカ。さあ決勝ではすでにナルが待っている。野外仮面の選んだやつがまだね、指定したやつが出てないということで、もう一回野外ありますよ。ナル君あるんじゃん。まさかのエアガイツ3回引いて優勝あるんじゃないお前。はい、いきますよ。あれでもね、普通にやるんだったらね、この今デモ画面でやったら三田さんがいいよ。上級者向けって書いてあるあの下の2人はマジで俺はおすすめしないけど、特にあのドイツのやつ。はい、1P 側微分は中堅の角刈りみたいな方ですかね。でウニカさんが三田さんを選んだように見えましたけども、さあ行こう。若干狭いビーチステージ、あの赤いところが5点、で黄色いところが3点。ボールを A ボタン B ボタンキャッチした、あーっとこれは3点、バウンドして入っていった。あーっと必殺シュート。このフリスビーが来たときに手前で直前で A ボタンを押して、上に勝ち上げるんですね。でその着地点に入り込んで、やるとあの必殺シュートが打てる。おーやる。さあ残り15秒、ボタン3対6。次のつが重要ですよ。若干食べが足りなかった。取ってすぐ返せば早いシュート。あー5ポイント、これは決定だか。時間がない、必殺だったがこれは時間がない。まずはウニが取っていく、まあ、普通のシュートの他にはいわゆるロブショット、相手が、ま、おっとなんだ今のは、すんなり入った。あーこれはミス、2ポイント入ってしまう。お、ビット、広松永来た。あーここは微分覚醒したか。あーすぐ返すと、ああいう風に残像がついてね、速い球いけるんですね。で敵のいるところ逆サイ行きたいが、これは逆転、ウニカ3点を積み重ねる。カーブも使っていく、これはさらに追加5点入れないと失せない。そして取って時間切れ、勝ったのはウニカ、決勝進出。さあ長い戦いも2人に絞られましたが、まずは3位決定戦ですかね、やっていきましょう。ということで、微分さんと周平君2択になってます。今エアガイツ仮面のと秀樹のが残ってます。じゃんけんで勝った方をね引いてください。まず3位決めましょう。わかんない、エアガイス仮面が指定してる可能性がある。秀樹のやつ選んじゃった。あー秀樹のやつをついに日の目を見るんですね。はい、クレオパトラフォーチュンです。見えるかな、クレオパトラフォーチュン見えるかな、ちょっと角度が悪いです。はい、クレオパトラフォーチュンです。わかりますか、クレオパトラコン、かわいいあのクレオパトラフォーチュンですよ。はい、でね、ちょっと待っててね。あのね、これね、すごく時間がかかるの、いろいろと、クレオパトラフォーチュンの話ですけどもね。なのでですね、ちょっと申し訳ないですけど、先にですね決勝のやつも決めたいと思いますので、
え、3戦ね。なので、今準決勝勝ったウニカとナル、じゃんけんして勝った方から1枚ずつ引いてください。合計3枚選びます。これね、また全員のやつが入ってるんで選んでください。まずは1枚目、ウニカが引いたのは、はい、まず1枚目文字ピッタンです。さあ次ナル君、第2種目決めましょう。この順番でやるからね。第2種目ナル君、これエアガイツが2枚は最低でも入ってますからね。あとエアガイツ仮面が何やらなんかまだ分かってないということで、あ、いい、俺が見ちゃう。おはい、周平君の選んだワーヒー2でーす。さあエアガイツ仮面のが出ないまま来るのか。最終種目、まあ文字ピッタンワーヒー2とやって、最終種目、じゃあウニカさん引いてください。これで決まりますよ。あいつ何入れたのかね。おおはい、最後はフライングパワーディスクでーす。じゃあせっかくなの、え、何、文字ピッタンワーヒー2フライングパワーディスクです。じゃあエアガイツ仮面が何を指定したいのか見てみましょうか。これだよね。はい、エアガイツ仮面が指定したのは、鉄拳 5DR でした。まああのね、切り替えの時にちらっと映ったりしましたけども、普段から動いてる鉄拳 5DR。 でもエアガイツ仮面、鉄拳5は確かそんなやってないんだよね。ね、うん、だからみーちゃんと最近ね、よくやってますけど。ということでエアガイツ仮面の選んだタイトルはちょっと画面に映すことができませんでしたと。まあ毎回ね、一人だけちょっと映らなくなってしまうんですけども。てことは、エアガイツとガロスペが2人ずついたってことだね。はい、いやー、そのエアガイツを2つとも引いたのがナル君っていうのは、まあ、片っぽ自分ですけどもね、それがなかなか熱い展開でしたけども、まあ、今から3位決定戦を、クレオパトラフォーチュンで行います。まあこれ対戦モードあるんで、それでね決めたいと思いますけれども。で決勝は、もう一度言いますけども、ウニカ対ナルで、文字ピッタンワーヒー2、最後フライングパワーディスク、この3種目で決定です。うん、やる、あの上が出ねえけど、しょうがない、いや、あの、あ、そう、じゃあこれでやっちゃう、いい、はい、じゃあこれでやりましょうかね。今映ってると思います、クレオパトラフォーチュンです。じゃあ準決勝で惜しくも敗れてしまったお二人、微分対周平、頑張ってください。まあ、1P、2P の有利不利は多分ないと思います。あんま知らないですけど。ルールよく見といた方がいいですよ。揃えると消えます。ちょっと特殊なんですね、いわゆる落ち物パズルとしても。このミイラってやつが、ただこの棺ですか、このブロックで消しても消えないけども、この宝石、あるいはこのなんか長いファラオの棺的な、仮面的な、あれと一緒に囲むと消えるというちょっと特殊なブロックになってますと。で積み上がると終わりで、やっぱりこれも落ちてきて連鎖とかがあるみたいな感じですね。大丈夫ですか、微分さん。ワンボタン、レバー1個とレバー1本とボタン1個ですね。大丈夫ですか、微分さん。クレオパトラフォーチュンエロ画像でちゃんと検索してますか、今。エロ同人、パトラコちゃんかわいい、パトラコペロペロ検索みたいな、 OK グーグル、パトラコペロペロっつって、いいですか。なんかババ君とかエアガイツ仮面アドバイスしてるっぽいけど、やってんのこれ。ちょっとやってた、マジで。あ、そうなんだ、エアガイツ仮面これやってたんだ、見たかったな。はい、じゃあ準備できましたか、いきましょう。対戦もう始まってるぞ。 1P 側微分、 2P 側が周平。これですね、青い方が微分、赤い方が周平と。で、このねブロック、この四角い棺ですか、これで囲むと消えると。でミイラは宝石、あるいはこの棺、これと一緒に、棺ってそのなんだ、ゴールデンマスク的なあれと一緒に囲むと消えるっていうルールでやってますと。あえて消えましたね。で降ってくる、そう、はい、これで消えた。お、
微分がかなり消してますけども、あっと周平一気に追いつく。あのミイラ拍手してくれるんだ、いいよいいよみたいな。さあ真ん中で踊ってるクレオパトラ君は可愛いのか。あれがね、最近だとやっぱこう若干褐色になってね、よりいい感じになるでしょうけどもね、この時は黒髪ということで、まあ微分さんの性癖にはバッチリハマってんじゃねえかと思うんですけどもね。お、いいんじゃない。さあよくわからないゲームで素人同士が対戦している、つまり探り探り、なんせ俺もわからないという、こう非常にこうまったりとした空気が、おお消していった。消した後もね、むちゃくちゃ連鎖するわけが大体ないのがね、またうわーって感じなの、難しいんだよねこれね。まああのね、興味持った方とか、YouTube とかでね検索すると乾燥する画像とか、画像じゃない動画とかありますからね、よかったら見てみると面白いと思います。なんかむちゃくちゃな点数出ますよこれ、すげえ連鎖すると。あー競り上がってるけど大丈夫、とりあえず消えた、危ないよ危ないよ。周平まずは1本、これ日本選手だよね、真ん中にライフがあるからね。さあ危ない危ない危ない、おなんか目に優しくないな。まあルールの確認はいいですねこれで。あこれこのまま蓋していけばとりあえず連鎖できんじゃねえ感がありますね。そして微分さん素直に連鎖全消しっぽい感じ、向こうはなんかより上を行ったか。はい、降ってきた降ってきた、ミイラが降ってくる。ミイラはねそれだけで囲んでは消えません、宝石と一緒に囲まないとずっと残り続けますよ。さああそこ最後蓋すればこれで消える、そしてブロックも消える。さあお互い1ラウンド終わってなんとなくルール把握してきた感じでしょうかね。1ラウンド目とは明らかに違う。さあそしておお消した、一気に消したぞ連鎖。さあ結構やっぱお互い互角っぽく見えますね、なんとなくこう見てるとね。どこで差が出てくるのか、おお消した、やってきて、さあ連鎖、あ次だけでも当然揃えれば消えますと。はい消して消して、割と綺麗な形に残ってますね微分さん側ね。まあこの辺もね結構パズル系ガチ勢だと本当すごい対決とかするのかもしれませんけども、いまいちこうわからない。消えて、はい、さらに、さあなんとなく消し続けていけるか。はいはいはい、これいつ終わんの結構長いね。そうだね、これは割とその今お互い同じぐらいのペースで消し合ってるから割と現状維持みたいな感じになるね。ちょっとこれは何か決定的なのがないと割と長そうですね。おそらくこのゲームで大会をやることはないでしょう分かんないですよ、分かんないです、俺のただの今の印象ですから。ちょっと難しいね、でもね、まあ一人用とかでね、あの CPU とストーリーモードとかね、そういうのやるの面白そうですけども、対戦ちょっと難しいね、これ。うん、あ、でも、これは大丈夫か。自分さんがいい形でいってるように見えるが、でも周平君も残ってきた、危ない、周平危ないよ、あそこ掘れるか、周平、危ない、周平君これは致命傷。ちょっとした差が最後に出てしまった。勝ったのはビブン3位、おめでとう。いやーでもね、この最後踊ってるの次煽り力高いよねこれね。まずは文字ピッタンからですね。文字ピッ、あ決勝戦は文字ピッタン、ワーヒー2、フライングパワーディスクとなります。まあ、ワーヒー2の段階で、もし2本取っていたらフライングパーリスカなしという流れですね。先ほどおそらく初めてミカドで大会をやったモジピッタンが決勝戦でも登場となっています。はい、まずモジピッタンからということで、まあね、ちょっと入れ替え作業また行わせていただきます。
決勝に残ってるのがウニカ対ナルということで、これどっちも優勝経験ないよね。ないよね、うん、どっちが勝っても初体感ということでね、いいですね、時代が変わった感じあります。まあ、前回優勝が、ビブンさん、その前がエンテイさんだったかな。ちょっとあと順番は分かんないですけど、んね、シンゴさん、ガロボーさんとその辺がね、ね、竹山、あ、そう、竹山勝ってたね。しかも何回か勝ってたりするんでね、結構その辺が割と常連なのかなみたいな感じもあったんですけど、そこはついにというか、どっちが勝っても、初めて、いいですねこれね。さあ、文字ピッタンなんかね、セオリーとかあるんですかね。全然あれで対戦したこととかなかなかないのであれですけど、まああのあれですよね、文字ピッタンもあの文字作るけど、こう明らかにこういうのちょっと作っちゃおうかなみたいな、こう小学生ムーブすると、そんなもそんな日本語ないよって煽られるんですよね、あれね。ダメということでね、なぜそんなことをしているか、昨日の夜散々やったからですね。いや、いろいろ試しましたよ。それがあるのにこれはダメってのはどういうことだということでね。で、結局強引に4文字ぐらい作るっていうね、前の2文字と後ろの2文字ぐらいで文字を作って強引に4文字の形をなすということで、ひどいもんですよ。まあ詳しくはね、あの後ほど、そう、じゃあ微分さんじゃあインタビューするか。今超映ってるけどね、それね、その場所で顔映ってるけど、どうする、顔隠す。3位だからなんかやるかっつって、今セッティングしてる間あれだし、はーい、はい、どうも、微分です。はい、はい、3位になった微分さんです。どうですか。いやー、やっぱりいろんなゲームができないとダメですね。そうだね。フラパワーはね、あのカーニバルの種目の時もいつも苦手で、うん、どうでもいいやって捨ててるタイトルなんですけど、どうでもいいや引いちゃうんですよね。そうだよね、やっぱね、捨ててるとやっぱこういう時に来るんだな。もう決勝のタイトルもうすごいじゃないですか。そうね、唯一ある格ゲーが しかも和筆みたいな、うん、あ、じゃあ決勝、決勝ね、うん、決勝だってもう格ゲーは和筆だけだから。そう、うん、これは難しかったですね、やっぱ。そうね、微分さんはだから自分でシエシャチェルノブで勝って、はい、ババ君とはガロスペやって、はい、で最後ウニカさんとフライングパーディスクで敗れたという感じでしたね。チェルノブやってくれて本当に助かりましたね、あれね、はい、第1位取っといてよかったってこと。第2希望がアイスだったんですよ。第2希望アイス、はい、めんどくさいですね。死ねって今言われましたけどね。死ねとか言うのもタンタン、もうそれは言うわな。まあまあまあね、まあまあ、今朝のプリキュアも非常にいい話で、本当、あの号泣しながら見てたんで。そうなの、あの勝ちたかったんですけど、ストロングゼロので号泣しながら見てた。まあまあ、まあ、決勝に残った2人も悔い残らないように頑張ってほしいと思います、うん、はいはい、じゃあ改めまして、はい、3位になった微分さんおめでとうございます、はい、ありがとうございます。また頑張ってください。はい、はい、はい、で長かった戦い3位まで来たということで、決勝準備大丈夫ですかね。ウニカ対ナルの決勝戦、まずは文字ピッタンですけども、じゃあ準備できてますね、いいですか。じゃあチャンピオンカーニバル決勝戦始めるぞ。最高、ワンピー側ウニカ、ツーピー側ナル、文字ピッタン好きなステージを選んでくれ。そして、あー、分かってますね、2人ともね、勘違いしないでほしいのは、先にうんこを作るゲームではないということです。はい、勝者ウニカ、すいません、ナイスチンチン当てた方が勝ちとか、先にうんこを作った方が勝ちとか、この人生バカだと思われるんで、本当にうんこく呼んでないです、呼んでないです、郷田さんは呼んでないです。ナイスチンチンしてほしい、俺のストライカーになるんじゃないよ。
今すごいのがさ、うんこの後にさらにうんこつくでしょあいつら。バカだろお前ら。お前らはなんだ、うんこ以外の言葉知らないのか。こんなことやるからコメントで汚いなもうとか言われちゃうんですよ。素揚げ、ほらほら酒酒、また変な言葉とか出てねえか。こっそり変な言葉作った方が。ああ大丈夫か大丈夫か、適当に埋めちまえ。あと1秒、うん、ドロー。ドローはどうなるの、お互いポイントつくの。引き分けなかったことにされました。またステージ変えてもいいんだからな。あ、うんこからのあんこ来ましたね。変化球、1文字離れたらダメです。あんこ食う、あんこ食う、うんこは食わないです。カピコ、キガ、クア、コケ、愚かなこと、まさに。さあこれね、お互いこの文字が1文字ずつこの横に出てますけど、一度使った文字はもうねなくなってしまうので、いろんな文字を使って、しかも早い者勝ちで作っていくと。で文字を作ったら、お互いにその盤面のやつは共有なんですけども、文字を作ったら相手の色に変わると、あ、自分の色に変わると。で、自分の色が最終的に多い方が勝ちというね、オセロ的な感じの要素もありつつ、グーン構想、塩気暗黒ギゲズゲ。なんでお前ら適当に入れようとするやつがズとかゲとかなんで、なかなかねえぞその。まずはウニカさんが取っていった。必要にこのステージじゃないけど、お前ら最初にうんこ作れるからとりあえず選んでるだろう。まず最初に作ろうとしてるだろう。まず将棋でお互い格を交換みたいな、そういうのいいから。なるくんとりあえずいろんな空いてるところにゲを押し込むのやめてもらっていいですか。とりあえずゲでなんかねえかっつって、なんかもう諦めないよね、適当に取ったやつで。お、外側を取っているぞ。お、ぐさ、ぐく、ぐし。ウニカさん3回やったら諦めます、ね、だから諦めないし、だってぐとかなんかつかなそうなやつ。面白いな。あるか。お、お、いいよ。今朝何をしたの。今朝5時かけ、チス、チス、エゴ。それは英語で言葉になってないよ、言葉になってないわよ。あー、どっち。なる、取り返した。あ、え、引き分け。あ、3本やる。お前らいい勝負してんじゃないよ。もう一回。あ、どうする、もどうする、もう一回やる、どうする、引き分けにして次に行く。でももう一回やってもいいじゃん、これで次やるんだったら。ちょっと面白いからもう一回やろうよ。なんかいいのかな、俺がなんとなくもう一回やっちゃえばってやってるけど、まあ3本選手なのでね、全体でねいいですけど、じゃあこれでもしまた引き分けだったら、このタイトル自体は引き分けで次のタイトルということにしましょう。すいません、ちょっと決めてませんでした。さあ、そして必要にまずはうんこあんこで、うんこ派あんこ派だ。あんこ派が用意しようとなのは、あんこの後にあんこくまでセットなんですね。でそれを防ぐためにあんこけっていうあそこの謎の状態になってるわけです。でその下になんでく置けねえじゃんっていう風な句のところがある。お、早いぞ、はいはいはい、もう早くやっても後からね抜かれる可能性ありますけども、ブロックして遊ぶんじゃないお前。そうやってお前またエジホンみたいなことしてんじゃないよお前ら。やろやろ、ちゃんと文字を作れ。すぐお前らそういうことして。いいね、5時の説明ね、4時の1時間1時間後って書いてある。さあ、あ、どっちどっちどっち、20ということで、ウニカまず1本。あ、これで決めるにする。あ、これで3本くらいだった。まあいいや、じゃあもういいや、やるやるやる。もうグダグダだね。何も決めてなかった。そうか、これが決勝戦だと思ったら、ごめんね、すんません。
ようやく作れたぜ、うんこみたいな。あんこもいける。なるくん、あんこ取られたら負けでしょ、もう。なるくん、ちょっと負けたらこれあんこ踊りやってもらわないと俺はもう気が済まないよ。お互いなんか分かってきた感ありますね。上が熱いのか、椅子そか、 S そう。お、青太田コーチいけるか。今知世ってなんか人の名前作ろうとしましたね。濁音確率低いよ。うん、ドロー君ら文字ビタやりすぎだな。すまないね、こんなことになると。これだから次ナルくんが取ったらこれ引き分けってことだよね、タイトルね。おいおいおい、あ、そっか、うんこを作りに行ってるからあんこが理屈で作れねえんだ。盲点だった。なる、お前うんことあんこでお前うんこを選んだんだよ。俺もういい年こいて何うんこ連呼してんだよ本当に。ほえ、さあいけるか、なんか作れるか。裾裾作って、ごせ、裾そそって何？とて、とていいんだ。たて。どっちどっち？うんうんうん、ギリギリの勝負？あー、ナルトった。はい、引き分け。ありがとうございました。じゃあいろいろありましたが、文字ピッタンは引き分けということで、引き分けです。うんこ使ってんのこいつ。じゃあワヒツ、みんな大好きワヒツいきますよ。え、何またやるんですか僕あれ。僕やるんです。周平くんやった方がいいの、あれやった方がいいの。じゃあ周平くんやっていいよ。はい、じゃあ皆さん本日2回目いきますよ。世界で一番面白いゲームは、はい、ありがとうございます。周平君がやるなら許しますよ僕。周平君、違う、周平君に甘いわけじゃない、ガラボーさんに厳しいんだよ俺は。いやだって周平君がいなかったらワヒツこんな、じゃあ周平君がいない方が良かったんじゃないの。はっと今気づいた。周平君がいなかったらワヒツこんなに流行ってない立役者だよみたいなこと言おうとして、おやと思ってさ、いなきゃよかったじゃねえかと思って、いなきゃよかったって変な言い方ですけど、もうね、ワーヒー続きの方はあの周平君に感謝してくださいね。はい、行きましょう。ワンピーがウニか、ツーピー側がなる、キャラはあ、もう迷いがないですね。ジャンヌ、そしてJカンだったかな。はい、J カン。まあウニカさんはこの間やったあのワーヒー全部大会、あれでもね、ワールドヒーローズでも全部のタイトルでジャンヌを使って、なんかキャラの強化と弱体化の歴史を体感するとか言ってましたけど、あーいいですね。モンゴリアンダイナマイトからの、あー早かった。え、飛び、モンゴリアン不発、無敵はそんなに長くはない。確かね、予策がツイッターで言うには、なんかこうジャンヌと J カード2強だぐらいのこと言ってましたけどね、本当なのかどうかは俺は知りません。ダメだ、予策これどうすんの。いや、繋がってんの、足場ですげえな。はい、飛びが通ったけどスラで割られるのすごいね。これはモンゴリアンダイトも割って、モンゴリアンからスラスラ体育が入るとそこから即死あるんですよね。さあ投げ、投げ返しはない、飛び道具からのスラ、勝者ウニか。いやー、じゃあ最後フライングパワーディスクですね。これはまさかの、これさ、もし万が一さ、フライングパワーディスク、ナルくん勝ったらどうすんの。もう一回くじ引く、じゃあこれ、ナルくん勝ったら。
まさかの文字ピッタン壮絶なドローからの和筆。いや早いねこのゲームね。文字ピッタンが投げんだよ楽しんだけどさ投げーし全部やるし何も決めてねえしみたいな感じ。まあもうロケテみたいなもんです決勝でなさあ、3タイトル2タイトル選手でやりますけども、最初のタイトルを文字ピッタンは引き分け、2タイトル目ワーヒー2はウニカが勝利、最後フライングパワーディスク3戦目、ここでウニカが勝てば、ワンピー側のウニカが勝てばそのまま優勝決定、そして 2P 側ナルが勝てば残ったタイトルからさらに、サドンデスタイトルというんですかね、それを決めたいと思います。さあナル何としても勝ちたい、そしてウニカここで決めたい、初級者用の三田さんとエキスパートのしかも一番難しいやつのジャーマン、おお早いやり合い、しかもこの狭いステージですね、パワー結構ねパワーキャラでね押し込む時もあるっちゃあるなーっと、これがね先にある程度読んでその方向に行かないといけないのでかなり熟練は高くないといけないのがこの動きしてる、おおやる早い、さあ3対3おっとこれはあるのか、さあ初心者のキャラのね三田さんかなりねあのボールとかこのああやる取りやすいんですけどもスライディングでズサッと行く距離が長いんですね、あーっとなるお前このゲームやり込んでいるのか、なんだお前ら君なかなかやるね、なるお前すごいな、ここで負けるわけにはいかない、あロブ取った、いやーうめえ、なーにーナルくんうめえんだけどさあこのゲームが大好きなアルタキさんも今頃驚いてる、フェイントも使いこなしてる、お前なんだお前このゲームやり込みぜか、ロブ取ってあー返した、これはうまい、必殺シュートをあのように返すと必殺シュートで返せるということでね、あーうまい、ナルあるのか、残りタイムも出てきた15秒、うおーっと15点取ったら決まってしまうぞ、この時点でかなりきつい点数がやばい、あっと5ポイント、これは岸海さん一発か、これは当然投げなーい、タイムアップ勝ったのはなるということで引き分けサドンです、文字ピッタン引き分けワーヒーツウニカ勝利フライングパーディスナル勝利ということで、じゃあ残ったタイトルの中からじゃあ最後勝ったナルクの引きましょうか、何出るこれだってこの中にエアガイド2つあるからね、エアガイド2つ激アツだよ、さあナル何引いた、いいぞ開け、そしてカメラの前に見せろ、なんだお前まさか引き上がったエアガイツ持ってる、この男持っている、本日3度目のエアガイツ、しかも自分のやつ、今日はナルの日なのか、優勝が決まったかのような勢いだ、さあナルすでに勝ちを確信している、抱き合うんじゃないお前、まだ終わってない、まだ終わってない、まだだまだだぞ、だこれで当然ねウニカワさんはあのエアガイス仮面のところで作戦会議ですよそうだろうなと思ったらやっぱりやってました、今もうエアガイス仮面はねあの弱者の参謀になりますから、ね、危ない危ない、いやー今日はエアガイツの日ですね、これもうフライングパワーディスクでドローにして最後エアガイツで決めるってもうタキさん泣いちゃうんじゃないかな、もう書いちゃったから、もうタキさん見てますかいやーすごいね、最後はエアガイツの勝者が優勝と、じゃあ準備大丈夫ですか、できてますか、じゃあおそらく最後になりますかね、決勝戦最終タイトルエアガイツ始めたいと思います、さあ3本では決まらなかったサドンデス1本目だが、これはナルガンユリ、三度現れたこの犬倒せるのか、エアガイツガチ勢ですらなかなか勝てないこの犬、ウニカさんおそらくこのゲームあまりやっていないことでしょう、まあなぜ普段味方で動いてないですからねやりようがないんですけども、さあだがエアガイス仮面との相談、まあ現在でも相談セコンド入ってますけど、ティファは選んでいる、
大丈夫か、キャラは間違っていない。さあこの組み合わせでエアガイツ仮面は初戦突破している。あ、キャラ相性的には全然いけるはずだが、なるやり込んでる。おっと、さあウニか、まさかやれるのか。ここで勝ったらかなりすごいぞ。ナルクの心折れる。さあ日本選手だから、これはナル優勝リーチあるか。言い抜くで優勝するのかお前、あるのか。あー犬が避ける、うまい、避けるのはうまいけど、タックル、さらに落ち攻め、勝ったのはナル、優勝おめでとう。いや強い、最後はやっぱり犬だよねと決めたナル。いやー、なんでお前サンシャインもしてんの。エアガイツやっててよかった。エアガイツ、はい、じゃあナルくんインタビューしましょうか。おっと、はいはい、優勝したナルくんです、おめでとう。ありがとうございます。いや初体感、スーパーストリートファイターカーニバル初優勝ということでね。長かった優勝まで、長かったね。はい、決勝っていうか、この最後に残ったことは何度かあるんだっけ。何度かあったり、ね、まあ、あと1点差で、あ、惜しかった時もね、あり、あとは やり込みに裏切られたりとか、裏切られたのもあったな。だからなる君だからね、今日もちらっと言ったけど、この間の萌えプロホームラン競争もね、勝って、最初戦勝って、そのまま最後も勝ったと。いいね、勢いそのままで、やっぱいけました。あれか、大洗行ったからか、いすず花のお金か、いけました ね。いやー、すげえ、大洗あるな、これパワースポットだな、これな。ありますよ、あるある、全然。おみかさんも大洗行ったの、行った、この間行ったの、この間行ったの。あんこ祭りとか、なんかこの間いすず花だけ誕生日と、昨日誕生日はさすがに行かないけど、あ、でもまあ大洗行った人がワンツーフィニッシュだからね、やっぱパワースポットだよこれ。昨日行きましたもん、昨日行ったやつね、これね、これ、そう、これね、そう、いすず花って誰、生徒会長ですよっていう役職で言われても分かんない、ね、あ、こいつかと思った顔見て、あのなんか砲出し的なやつな、あれな、はい、見るやつな。でもまあなるくん今日でもすごかったのはさ、エアガイツ引きすぎだな。まあ自分のはいいとしてさ、鳴沢くんだっけな、入れたやつ、鳴沢さんが入れて、ね、あれもしっかり引いて最後ね、ドローに持ち込んでからのサドンデスタイトルで自分のエアガイツ。文字ピッタン取れなければもうダメかなと思って、ね、あれね、あれもちょっとね、いろいろあったけど、まあ引き分けで、あ、引き分けになるんだと思いつつね、そう、2戦やって両方とも引き分け、あれも最後な、あの引き分けにしたんだもんな。いやすげえよ、引ければもしかしたらみたいなところありましたもんね。ね、もう俺ここでもう最後、俺サドンデスでまたクレオパトラフォーチュン出たらどうしようぐらいしか考えてなかった。それしか考えてなかった。いやーでもすごいわ。どうですか、ナル君の全国のファンとか、ガルパンおじさんたちに何かなんか あったりする？じゃあ今まで言ってなかったことを初めて言います。何、いいよ、いい、どうぞ、もう言っちゃっていいよ、何でもいいよ。お前らガルパンはいいぞ。あー、優勝したナルくんです、おめでとう。お前がナンバーワンだ、ナンバーワンのガルパンおじさんだ。いやー、2ヶ月かけてやってきたスーパーストレートファイターカーニバルね、最後はナルくん悲願の初優勝。いや、ウニカさんとの決勝戦非常に熱かったですね。いやーすごい、いやー熱い戦いでした。ストリートファイターカーニバルはね、これでまあ次は2月とかですかね、また、予定表ねありますので、ご確認ください。帝の予定とかはまあその辺はまたおいおいということでね、いいですか、もう大丈夫ですかね。はい、じゃあ、スーパーストリートファイターカーニバル2017チャンピオンカーニバル以上で終了です。ありがとうございました。なるくん優勝おめでとう。